はい、こんにちは。今日長寿符を使います、はい、で長寿符今ここに書いてくれはったんですけれど、長寿符ってこんだけたくさん栄養価があるすごい、まあ、こんな感じでね、はい、たくさん入ってますね、鉄やら塩やら、ね、知らないこといっぱい、うん、でこんだけのものをねたくさん含んでるのが長寿符だそうですわ、うん、で良質なタンパク質で、うん、でタンパク質が豊かで低カロリーっていうのが魅力やね、うん、カロリーが嬉しい。嬉しい。じゃあこれをどのようにしていくかやね。はい、始めます。今のこの長寿なんですけど、これ1時間ほど前からですけどね、戻しました。そしたらこんな風に柔らかく水も旬でますね。で、それを要はお水をね、半分ぐらいやっぱし取ってもらってね、ちょっと残しておいてもいいです。でもなるだけまあ。絞れるぐらいのところまで絞って、あとこれめんつゆを上からかけて味付けをします。先に、うん、はい、味が染みやすいようにこれ半分に切ります。その方があの、うん、ね、そしていつものようにめんつゆ、これ2倍のめんつゆですよね。このめんつゆを、まあ、あれです、2倍のままでいきます。ママ、はい、頭でのままでいきます。でちょっとこれをつけとく感じでね、はい、そうです。その間に油今からもう熱しておきますので、それもあんまりたくさん油入れなくてもいいと思うんですけど、まあ、揚げ物をする時よりもちょっと多いめぐらいの感じで、1時間したらね、1時間もしなくて20分ぐらいでね戻ります。あの風はね柔らかくなります。で戻しておいて、で今戻したお水水分をちょっと取って、でこの中入れたらちょうどあのめんつゆが2倍希釈ぐらいの感じになるでしょう。それでちょうどお味がいい、水がちょっと入ってるから、うん、だからよく絞ったらいいかってね、自分の手で絞ってそんな綺麗に取れませんわ、うん、だから固く絞ってもいい加減、うん、そないしといて、であのこのお出汁をね、うん、うん、あとはこれをね、あのメリケン粉、メリケン粉につけて、はい、ほんと天ぷらの感覚でね、小麦粉よね、いや知らない、メリケン粉、そうやな、この小麦粉をけど長寿符使ったけど何でしたっけ、まだ今日もね、もう私も深いからね、これね、長寿符長寿符これのね、料理を入れておいて、これつけてあげて、あ、ね、あ、ね、今日のご飯は肉付きね、あの玄米で書いてましたけど、今日ねちょっと削りました。でつけるとそのままいきなりでもね、あの2時間かけて炊きました。2時間かけて、ね、あの玄米って書いてあるところメモリやったからね、うん、で水は倍入れてね、うん、ちょっとお塩入れて、で2時間かけて炊いて、2時間そしたらこの感じ、やばいのかな、はい、それじゃあありがとう、それはごゆっくりと、どうも何のお話でも結構ですか